三重大学によりますと、教育学部附属中学校の男性教師は18歳未満の少女2人と複数回、猥褻な行為をしていました。大学は9日、会見を開きましたが、被害者特定につながる懸念があるとして、被害者が付属中の生徒でないこと以外、当事者の年齢や事案の時期、内容などは一切明らかにしていません。男性教師は大学の調査に、